めっちゃおいしい。我ながらにいい出来です。チーズかけるとめっちゃ美味しいよ、ナポリタン。こぼさないでね、それな。私もそうだよ。いつの間にか服が汚れてます。うん、粉チーズめっちゃ好きなんだよね。自分で作った。そう、今日ね、そう、お昼公演だったから早く帰ってきてね、久々に。びっくりした、こんな早く帰ってくれるんだと思って。茹でるところから作った。そうだよ、茹でるところから作った。茹でるところから以外どこにあるんだろう。その後あるのかな。うん、めっちゃおいしいよ。食べさせてあげたい。あ、こねるはしないね。みんな基本茹でるところからじゃない？炒めるだけのもある。え、麺がもうついてるってこと？チンしたかと思った。違いますよ、ちゃんと作ってますからね。嬉しい、今日も美人ね。だってチームメイトのツアーファイナル見た？あ、見たよ、ちょっとだけだけどね、全部は見なかったけど。そう、ツナーで配信してるのちょっと見ました。そう、さすがにあのね、アーカイブもあるじゃんね、今ね、見たいんだけどね。さすがにね、本番中なんでね、終わってもあったら、いつまでだっけ、あれ。おいしい。うんね、今冷凍食品でも美味しいもんね。明日の昼までしか見えない。あ、そうなの、アーカイブ。え、明日も夜公演だから朝早起きしてみようかな。あ、でもな、そう、ちょっとどうかな、ね、支度かかるしね、バタバタしちゃうとね、焦っちゃうからね、本番に影響出るのだけは避けたいから。うん、見たいけどな、のかな、見れるとこまでとかかな。おいしい。うん、あれですね、今そうです、さ、本番中の The End of 通勤急行大爆破なんですけど、やっと2日目終わりました。あれかな、多分もう A 班も終わってる頃じゃない、ちょうど A 班も多分ちょうど2日目終わったと思う。うん、今ね、そう、6月6日まで、そう、6月2日だけお休みなんだけど、それ以外で29日から29、30、31、1、3、4、5、6と8回、8日間あって、そう、稲田ひかるさんだけそうシングルでやってくれてるんだけど、他のはみんなダブルで、みんな8日間で8公演。そう、嬉しい、めっちゃ面白かったよ。だって、うん、嬉しい、本当にね、めっちゃね、場面転換がめちゃめちゃ早くて、多分ね、時系列とかね、めちゃめちゃ考えると思うんだけど、何回も見ていくと本当に本当に面白いと思う。なんか1回だけで分かる人もいると思うんだけど、私の場合絶対何回か見たくなる人だと思う。うん、そう、めっちゃね、すごくね、面白いと思う。あのね、細川さんの作品ってね、ああいうのが多いらしい。なんか、なんていうのかな、コメディでめちゃめちゃ場面転換早くてみたいな、ちょっと難しい感じの脚本が多いらしいんだけど、でもすごく面白いなと思って。
分かれば分かるほど面白いから、うん、そう、すごいね、なんかもう見れば見るほどどんどん面白くなっていくから、1回でも面白いし、2回でももっともし、3回でももっともっと面白いしって感じだと思うから、そう、本当にそう、なんかアーカイブ配信もあるんだけど、なんかアーカイブ配信が定点って言ってたから、うん、そこがちょっと難点かなと思って、なんか表情とかさちゃんと抜いてくれてたらあれかなと思ったけど、まあ、定点でも面白いと思うの、その作品とかいろいろ振り返ったり何回も見たい方とかね、すごいと思うんだけど、やっぱりそう定点わかんない、どこからの定点かわかんないけど、稽古の時とかに撮ってるやつとかだと表情とか見にくいのかなって思ったりはした。うん、でも声もちゃんと聞こえると思うけど、うん、でもやっぱり見に来るのが一番だけど、まあ全然無理はしなくていいけど、でも本当に面白い作品なのでぜひ見ていただきたいなって思います。うん、細川さんの脚本は初見の方には難しい、確かに、うん、そうそうそう、最初台本もらった時さっぱり分からんくて、うん、でもなんか本当に投資とかどんどんシーンをつなげていくことに、ああそうかって言って発見もめちゃめちゃ増えてて、逆にやっててすごく楽しくなってたから、うん、そう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 、うん、伏線まみれだからね、だから本当にもう一回最後まで行ってもう一回見てみると、あこのシーンこうだとか怖いって思ったりもするかもしれない、逆にね、うん、あ嬉しい、そうね、伏線確認しながらもう一回見たいから DVD 予約してくださったらしいです。なんか東京住んでたらもう 2,3 回行ってた、 ありがとうございます、そうか本当に遠方からありがとうございます、うん、そう言いたいんだけどネタバレになるじゃんね、でもさネタバレがどこまでがネタバレか分かんなくない、なんかどこ行ってもさへってならない、なんかだからそうみんなでキャストの人たちでも話してたんだけど、ネタバレしちゃダメって言うけど、どこを言ってもネタバレにならないっていうか、なんか分からないんじゃないっていう話をしてて、うん、そうね、人物設定ぐらいしか話せないね、でもすっごく本当にね、なかなかないし、なんかすごい不思議な世界観で、しかもすごい本当に可愛らしい美人さんばっかりだからね、本当に皆さん必見ですよ、嬉しい、2回目はゆりちゃんもガン見しがちなので2回以上見ますって嬉しい台本もらえるの、誰、あ、買える、そう買えるらしい、台本売ってるらしい、だからそう台本見て確認したりとか、そうなんだって思ったりしたりもするのも楽しいかも、うん、声と喋り方がさゆりに似てる演者さんいた、嘘、誰だろう、ん、満員電車風の振り付けダンスかっこよかったって、嬉しい、ありがとうございます、クラスだったらなんじゃここまでじゃあ、あるかうん、ダンスもあるんです、すごく面白い、うん、うん、台本だけ先見ても全く分からなかった最初、うん、本当に待って、めっちゃ気になる、シャーリンと喋り方と声が似てる人誰だろう、あ、待って店長じゃない、店長さんじゃない、花沢さん、ん、石井ひな子さん、あ、マジ、いや、え、ひな子さんちょっとさ天然って感じじゃない、石井さんじゃない気がするな、花沢さんじゃない、店長役の方、店長さんだと思う、私喋り方と声、
え、顔じゃなくて、そう、あ、やっぱりそうだ、そう、リポートしてた人、そう、店長さん、店長さん、あの方ほんとすごい、花沢さん、花沢しおりさんって言うんだけど、いい音出しても。で、花沢しおりさんって言うんだけど、ごめんなさいね、あの、これ、あの、い、あの、異物な、異物じゃない、あの、こういう変な音じゃなくて、あの、ウォーターサーパーの音なので、すいませんね。そう、リポートしてた方、あの方ほんとすごいの、なんか、リポーター役もしてたし、あとまあ、お母さん役とか、お母さんとして、人のシーンもあったし、あと何、会社員のやつもあったし、本当にね、マジですごい、私すごいね、推し、うん、あの演技が推し、私初めてかもしれない、演技的に推しって思ったの。なんか一つ一つの動作とか喋り方とか表情がめちゃくちゃ面白くて、うん、すごい全部凝ってるなって思うし、うん、やっぱりそうだね、そう、花沢しおりさん、覚えとけ。そう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 。今日はね、花沢さんの気合い入れでした。そうそう。個人的には長谷真由さんが良かった。あ、長谷真由さんね、あんなに可愛い顔してるのにあんなにキリッと言えるんだと思って、すごいなと思って、めっちゃかっこよくない？すっごいかっこいいと思う。うんうんうん、刑事さんね、目立ったよね。うん、刑事さん、あのコンビめっちゃ好きなのよね、私、山中さんと戸田さん。うん、山中さんね、マジ中身ね、本当にね、戸田さんみたいな、相葉さんがスラッてしてる方、黒いスーツ着たばしっていう山中さんね、山中さんが演じてたやつで、で戸田さんは津島役の可愛いポンチョみたいな茶色い服着てる刑事さん役で、二人で警察のバディみたいな感じなんだけど、あのバディ好きなのよね、私、めっちゃ好き。なんかあのね、楽屋でもずっと面白い、あの二人は。そう、戸田さんもめちゃめちゃ面白いし、でもすっごい穏やかで優しい人で、うん、でそれで山中さん、あっちのスーツの方の方は私と同い年なの、二十歳なの。それであんなスラッてしてかっこよくてね。でしかもなんか聞いた話によると、まだ舞台とか始めて 2,3 年っつって、うわすごいと思って、なんかめっちゃ最初の演技とかめっちゃかっこよくない？私あそこめっちゃ惚れてんだよね、あのダンス前にさ、これネタバレになりそうだから言えないけど、演技マジでかっこいい、しかも聞き取りやすくて声もちゃんと出てるし、うん、すごい素敵、あのデコボココンビね、ちょうどいいんだよね、本当に2人とも面白いし。そう、山中さんに関してはね、楽屋とかね、裏でめちゃめちゃ面白いの、本当に、同じ人って思うくらいマジで面白い、うん、すごい、みんなのムードメーカーでね、みんな本当にみんなの元気の源っていうか、本当に笑い取ってくれたりとか、すぐ慰めてくれたりとか、うん、すごい優しい、うんうん、そう、刑事さんも好き、あのコンビね、うん、本当にキーパーソンよね、もうみんなキーパーソンだと思う。もう嬉しい、横道も昔より滑舌良くなったって嬉しい、ありがとうございます。なんかね、滑舌ってよりもね、伝えようって思ったらなんか良くなるよ、良くなるっていうか、うん、それ改善されるからっていうのを聞いて、確かにって思った。伝えようっていう気持ちが多分強くなったなと思う。なんかあったけど、昔からも、だけど言葉っていうのもやっぱり体とか気持ちが先に出ちゃってることが多かったから、うん、結構だから、その伝えようっていう気持ちがね、ちゃんと
声とか声で音で届けようっていう気持ちも増えてって、それでなんとなく良くなってきたのかなとは思ってるけど、でもまだまだ全然なんでちょっと頑張ります。そうそうそう、いろいろまだまだね反省点もたくさんあるので、それも踏まえてやっていこうと思います。嬉しいよ、こみっちゃん成長したのよ、だって嬉しい、ありがとうございます。少しでもそうやって言っていただけると嬉しいな。セリフの上達は里見発見の時に特に感じた。あ、嬉しい。そう、あのね、あんまりね里見発見でもねその滑舌に関して、あ、まあ言われた時もあったけど、なんか自分で、あ、こうしたいって思ったり、なんか自分でめちゃめちゃ丁寧にやろうと思って、でそれでなんか改善方法が分かったっていうか、うん、あの時すごい感じだね。なんか次は本当に丁寧にやってみようっていう時があって、投資めっちゃ何回もしたんだけど、里見発見でね、本当に次めっちゃ丁寧にやってみようっていうキャストの中でなって、でその時に気づいて、あ、これだと思って、そうだからね、そう時々やっぱりこの何こういうコメディとかってテンポ感大事だから、そうテンポの時とかはめちゃめちゃ速くなっちゃって、あー滑舌って思っちゃう時もあるんだけど、でもそれ以外とかはなんとなくどうかなっていうのはありますね、うん、確かに噛むこと減ったかも私、うん、噛むこと減ったな。まああの今回のね初日めちゃめちゃ噛んだけどなんか初耳っていうところがあるのに初耳って言っちゃって最初やらかしちゃうと思ってね、そのままね走っちゃったから何も言い返してもせずに、でもすごい本当に今年ね舞台の年だよ、ありがたいことに、うん、やっぱりこの時期だからさ、こういうご時世だからね、やっぱり見に来てくださる方もね難しいと思うんですけど、それでも来てくださる方もいらっしゃるし、うん、来たいけど来れないって方もいらっしゃるんですけど、それでも嬉しいし、配信だけでもって見てくださる方もいらっしゃって、すごくそれも嬉しい。本当にファンの方が見に来てくださるだけで私たちも頑張ろうとか楽しもうって思えるし、しかもそれなかったら次にもつながらないからね、うん、本当に皆さんがいてくれるから次また舞台とかもできたりもするし、本当に大切な存在です。そう、あのね、まだ解禁できないんだけどね、またいくつかお知らせもできそうなので、なんかねめっちゃそう、このさ里見発見伝 Z ゴースター、それでジエンドオブ通勤記号大爆破3つ、うん、すごい重なっててめっちゃ大忙しだったんですけど、またねすごい大忙しになりそう、うん、ありがたいことに一旦これやったら落ち着くんだけど、一旦ね、だけどまだまあそうね、今のところあるのでぜひ見に来ていただけたらなと思います。うん、やっぱりこういうご時世だから全然無理はしてほしくないけど、でも本当にそれでも見に来たいって思ってくださる方とかいらっしゃるだけで、本当にそれが私のパワーになるし、次にもつながるし、すごくありがたいです。うん。もうね、ギャングもいつかもやると思うし、こう前に延期しちゃったね、延期になっちゃった。そうね。そう。ありがとうございます。本当にこうやって好きなこととか、こうやって思いっきりやって、いろんな場を踏めることはすごく嬉しいし、
本当に皆さんが励ましてくださったりとか応援してくださったりとか、こうやって見に来ていただけたりとか、その本当に声とかメッセージとかでいただけるだけで本当に嬉しいです。こうやって見ていただけてるだけでも本当に幸せです。うん、そうなのよ。いろいろねあるし、また大変になると思うんですけど、でもそれも楽しみながら、やっぱりこういうご時世で忙しいってすごくありがたいことだなと思ってるので、うん、自分もいたわりつつ、そう、ちゃんと磨いていけたらなと思っております。うん、本当に嬉しいことに本当に今年は舞台の年になりそうです。もうなってるようなもんだよね。だってもう今までに比べてみ、今年入っていくつやった、いくつやったって言ってもあれか、3か、それでも多いと思うな。うん、今までと比べちゃうとね、本当にありがたいことに、かなりもうましね、今頭がねぼーっとしちゃっててね、そうあのね結構ね、そう、喝采、シアター喝采ってところでやってるんだけど、池袋のあそこめちゃめちゃさ、そう、感染対策すごくない？あそこ、こうやってこうやってビニールシートで全部一人一人囲まれて、そう、すごいしてるなって思ったし、でもやっぱりその、ね、一番前とか結構空いてるけど、でもそのやっぱりあの劇場だから全部吸い取られていくっていうかね、もうお客さん入った途端にね、もう吸い取られてったね。もうそれに負けないようにやんなきゃいけないんだけど、そう、それでね全部出し切るじゃん。そうするともう疲労がすごいすごい、めっちゃ楽しいんだよ、めっちゃ楽しいんだけど、終わった後の電車に来るよね、こうやって、もうね、うん、行きとか帰りがね混んでたりして座れなかったらもう終わりぐらい。うん、私は確かにその遠いのもあるんだけど、でマジで疲労感がすごい。そう、だからね本当に8日間って考えたらヒーってするんだけど、でも結局あっという間なんだろうなと思って、うん、そう、本当にねもう眠くなってきちゃったしそう、あのね私気づいた、あの座るじゃん、寝るじゃん、あ、私ね電車で寝ないことないのよな、なぜかね、そう、電車で寝ないことなくて毎回絶対寝ちゃうんだけど、気づいたの、なんかこうやって足、結構リュックなことが多いんだけど、こうやって寝てるとよだれ垂らすじゃん、でね、よだれ垂らさない時って絶対こうやってなったり、こっち行ったりして、マジで申し訳ない、本当にそれだったら自分でよだれ垂らした方がいいかなと思って、絶対そのどちらかなのよ、横に倒れちゃうかよだれ出るか、そう、よくないよね。そう、めちゃめちゃお腹鳴っちゃった、すごいね、お腹きてるね、結構まだ残ってるんだけどね消化音がすごい、隣の人羨ましい、本当に、じゃあもうずっと隣にいてくださいそう、多分大体の人は迷惑って思ってるからね、治んないんだよね。残り食べましょうか、食べて、ちょっとお腹いっぱいだ、あと熱い、うん、それで合ってないって、合ってるよ、いっぱい食べるあ、でも確かに今日は多かった気がする、あっつい、パスタ減らないね。今日さ、帰りめちゃめちゃ雨降っててさ、びっくりしちゃったよね、傘持ってきてないのよ、でも結構だから最後らへん残った子たちがみんな、なんでなんか結構早い子は早かったんだけど、そういう子ってみんなに傘持ってますか、
みんな同じようにね傘持ってないのだからねそうだから山まで待とうかなったけど一向にやまないから、そう劇場さんでね傘貸してくださったのでね一緒に帰ってきました。大丈夫でした？今日来てくださった皆様、雨やばかったよね。暑いのにあんなに雨降っちゃって、でもめっちゃ晴れてたし、すごい向こうの方晴れてるのにこっちめっちゃ大雨みたいな、うん、傘差して歩く横道さん見かけましたって。そう今日はね山中さんと一緒に帰ってきました。折りたたみ常に持ってるって偉いな。なんか重くない？私あんまりさ荷物多くしたくないんだけど、まあいつも多いんだけど、傘とかね今日は大丈夫だろうって思って、だって見た時 30% で1時間しか降らない予定だったんだよ。なんか大丈夫でしょって思ったらあんな降ってても、うん、地元の池袋をゆりちゃんが歩いてるのすごい違和感があったっていますよ普通にねやってますのでね、うん、あの衣装着てないと見かけても分かんないかもなって。私まああの衣装をねすごいインパクトが強いからね、オレンジって感じだからね、うん、めっちゃ軽いさ細いさ折りたたみとかあったらいいよね。あと壊れにくいやつ、うん、風とかに弱いイメージなんだよね。あとちっちゃいしね、まあ、でもあればねいいんだけどね、一番はね。そうなんだよね、確かにどうしても電車移動だからさ雨降った時とかそのそこの駅まで行くのに雨に降られちゃうから、車ならいいのにね。嬉しい、サバイバー検定に続きですごいですね、ありがとうございます。そうありがたいことにそういろいろね話お話もいただいてて、そう本当にありがたいことに、なので皆さんにも楽しみにしていただけたらなと思います。うん、本当にこれでできてるのは好きなこととかねやりたいこと本当に皆さんのおかげなので、って見に来てくださったりとか応援してくださったりとかね、少しでも見たいと思って配信を買っていただいたりとか、そういう方のおかげなので本当にありがたいです。やっぱりその何舞台とか出てる人って本当にそういう何ここで見に来てくれる人が命っていうか応援してくれる人が命っていうか、すごいそれだけで助けられるし、またやりたいことできるってなるし、うん、うん、すごくねありがたいです。あ、嬉しい、覚える時間なさそうなのにクオリティ高いしって、本当にね今回めっちゃ大変でね、今でもずっとヒヤヒヤしてるよ本当に。だから毎回毎回毎回みっちり確認して、もう自分でもう舞台上とか行ってあのもうアップでさ何回も何回も公演やり直すの自分の中でね。そうマジで本当に集中しないと絶対に飛ぶから、うん、私本当にただでさえ覚えるのとかめちゃめちゃ遅い人なのに、そうもうびっくりマジで。そうあのコンビニとかね
あ、言わない方がいいのかな、分かんないけど、私結構バイトする人なんだけど、バイトのシーンもめっちゃ大変だし、最初のね、あの見た方は分かったと思うんですけれども、最初のね、あのセリフもね大変だし、ちょこちょこやばかったんだよね、うん、そう、うん、そうなのよね、そう、あのありがたいことに3公演続いてるんですけども、3公演とも全て主役というね、すごくありがたいんですよ、すごくありがたいんですけど、あのプレッシャーとか、あのすごいっすもうね、あの、うん、でもまあこれが終わればね、これを乗り切ればなんとかね、ちょっと一段落、うん、これ終わって1週間ぐらいすれば一段落つくんで、そこまでは息を引き締めて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 、自分の体もしおっていきたいと思いますそうなの、全体的に 早口のね、そうね、うん、そう、テンポ感大事だね、そう、コメディってやっぱりテンポ感大事じゃん、だからそれすごい言われてて、うん、細川さんね、言うて優しいのよ、なんかいろいろね意地悪なことも言うんですけどね、あのプレッシャーかけてきたりとかね、私プレッシャーすごく弱いんですけど、うん、初日それでやられましたねそう、もうあれでもうガクガクブルブルしちゃって、うん、ですけど、でもすごい優しくて、そう、本当に優しくて素敵な方だなと思います、発想力とかね、いろいろすごいし、めちゃめちゃお勉強させていただいてます、今回の舞台とっても楽しいです、嬉しい、そうやって言っていただけることが本当に嬉しいです、やっぱりね、こうやってこのご時世の中でも来ていただいただけで本当に嬉しいし、それを楽しいってこの、そう、このご時世の中で来ていただいて、その来ていただいた方にやっぱりその楽しさとか元気をお届けするのが私たちの役目だと思ってるので、うん、だからそういうすごく嬉しいし、頑張ってよかったって思えるし、これからも頑張ろうって思えるので、すごく嬉しいです、そう、だからツイッターとかでね、ハッシュタグの TEO 通勤休校大爆破でね、そう、ツイッターとかでみんな英語させてるんですけど、めちゃめちゃ嬉しいです、うん、今回の役は横道さん自身と近いと思いますか？あー、近いっちゃ近いと思う、あの、なんでもね大丈夫って言いながら、本当は大丈夫じゃないのに頑張っちゃうみたいな、うん、そう、だけどまあそう、やってる時は気づかないのよね、疲れてることに、楽しいし、楽しいし、めっちゃ疲れてるのは気づかずに、でも知らない間に、あ、私疲れ、なんか気づかずに疲れてるんだなとか、そう、あとそれと、まあ本当にトアはめちゃめちゃしっかりしてる役なのね、ハキハキしてきっちりきっちりきっちりってやってるんだけど、私の場合結構人押しだったりとかするから、結構いろんなところに、あー、はい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 、あ、はい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 って言っちゃったりとか、あとまあテキパキせずにちょっと抜けてるところがトアよりも多いんじゃないかなと思ってるので、そこはあのこの機会をね通じてね、トアらしくどんどんしっかりしたところを出していけるように、そのトアのおかげで私もちゃんとしっかりできるように、その役を生かしていけたらなと思います。そう、そうね、見に行くの来週だから待ち遠しい、嬉しい、来てくださるんですね、あ、嬉しい、無理制限と感想書けないもん、どこまででも見ます、ハッシュタグつけていただければ嬉しい。そう、やっぱりこうやってね、疲れた後でもね、こういう何感想とかいうの見えて楽しかったって言ってもらえるだけで、本当にあ、やってよかった、楽しめてよかったって思ってすごく思う、この時間が一番幸せ、うん、本当に頑張ってきて、やっぱり辛いこともあったし、でも楽しいんだけどね、楽しいんだけど辛いこともあって、
いろいろやってきて一生懸命頑張って、でなんかそういう時にポンって言って本当楽しかったとか素敵だったとかそういう言葉だけで本当に嬉しい、うん、そうなのね。ネタバレしないツイッター感想めちゃくちゃ難しいよね。あれどこ書いてもこれネタバレになるかなとか考えちゃうし難しいよね。そう嬉しい。横道目当てで言うけど結局作品を楽しんじゃう。ぜひ楽しんでください。本当に作品マジで面白いし、まあ、なかなかね多分今までなかったんじゃないかな、あんな不思議な。すごいね、あの難しいと思う人もいるかもしれないんですけど得意な人からしてみたらめちゃくちゃ面白いと思う。なんか、うん、そう、そう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 、うん、うん、笑顔に癒されましたって嬉しい。でもね、そう自然にね笑顔になれるって本当に素敵なことだなと思って、この自然に笑顔になって楽しいなと思ってその笑顔にまた癒されたって言ってくれるのもすごく嬉しいです、うん、そうそう本当にちゃんとツイート見てますね皆さん。そういいねとか押しちゃいますからねいっぱい。嬉しい、本当にいっぱい嬉しい。あとすごい差し入れとかもたくさんいただいてて、それでなんかお弁当なんてねもうゲネプロの時だったかな、ゲネプロの時から毎回ね一食ずつねお弁当をいただいててね、本当にファンの方々がくださってる、あのそう届けてくださってるんですけど本当にありがたいし、みんな本当に喜んで休憩合間とかいろいろ食べてます。みんなで食べたりいただいたりしてます。リラックスグッズもあったりとかね、本当にありがとうございます。あとあそこに名前があるだけですごく嬉しい。そう横道入様とか、そう皆様へとかいっぱいずらーって並んでるんだけど、本当に幸せだよ。本当にありがとうございます皆さん。舞台を見てから私の過去の電車のツイート見返すと味わい深い。それな。なんかさあれ、そのこの作品やってからさ電車乗るのいろいろ考えちゃうよね。なんか本当に満員電車の通りとか特にだけどすごいめっちゃ考えちゃう。減ってるような減ってないようなパスタ、それな。減るんかこれ。なくなりますか？食べる、お腹いっぱい。食べます。食べてくれないみたいなので食べます。ん、うん、一昔前の山手線や埼京線の満員はかつて競技だったって。そうなんだ。そんなに？今でも満員電車はすごいなと思ったよ。そうだけど、だってもうすごくない？なんかさ、なんか駅とかでさ、なんかめっちゃ終電とか人に囲む挟まれてグーッと体を浮くレベルだった。マジ？すごっ。あ、見たことある。駅員さんが押し込んでるの人見たことあるわ。
最近確かに見ないかも、 そこまでは。でもそれでもギュギュの時ってめっちゃいいじゃない。あるよ、めっちゃギュギュでさ、釣り竿持ってる人もいるじゃん。もうここだったりさ、何、あ、ちっちゃいから分かんないけどさ、この腕がここにあるじゃんね、こうやってこうやってやるからさ、こうやってさ当たったりとかしてさ、全く力は入れずにちょっとも寝れてらしい。あー狭すぎてとと、すごいな。やっぱりね、みんなそう一生懸命頑張ってるからね。しかも同じなんだもんね、ほぼ時間がね。そうなんだよね。そうね、確かに。そう、しかもなんかさ、駅とかでさ、階段とかさ、エスカレーターあるのにエスカレーター両方とも走ってたりさ、走ってとか歩いてたり、めちゃめちゃなんかみんなさ、めっちゃ足早くさ歩いてるからさ、私めっちゃゆっくりな人なの、歩くと。めっちゃ出ちゃった、しゃっくり。疲れた、そう、怖いのよ、めっちゃ。そう、エスカレーターめっちゃさ、歩く人とか、あと普通に道歩いてるだけでもさ、道とか駅のところね、めっちゃ速くない？サラリーマンの方とかって。私さ、もうそれにさついていかなきゃと思って、後ろ迷惑になっちゃうと思ってめっちゃ急ぐんだけど、めっちゃ疲れるんだよね、あれだけでも。そう、めっちゃゆっくりしたいんだけど、邪魔になるのが嫌だからさ、めっちゃ急ぐんだけどさ、あれだけで疲れちゃうけど、みんな一生懸命頑張ってるんだもんね。本当に本当にそうだと思う。セリフでもそういうことも言うけどさ、私多分普通にその見てる方からしたらさ、え、うざってなりそうな感じね。そう、みんな早くてびっくりしちゃうけど、そうそう、なんか私の役的に結構何、楽観主義っていう、楽観的な人な役だから、本気で「あ、やだ、何、通勤電車やだ」とか、何、満員電車やだって思ってる人からするとマジで本当にそっちの、その役で言うと、見てない方分かんないかもしれないですけど、イランバーとか、あとイナバとか、あのオルファカッタ、オルファカッタ、待って、名前が出てこない、手品の人たちだよ、手品の人たち、やばいやばい、お疲れかな、体、頭は全然、あ、忍だ、忍、忍さんとか稲葉さん、そうそうそう、橋本とか、そう、橋本忍とかね、稲葉さんとかの気持ちがめちゃめちゃわかるんじゃないかなと思って、見てる方、そういう、なんていうの、本当にサラリーマンとかいつも満員電車にいられてる方とかはすごい共感できる部分があるんじゃないかなと思ってて、逆に私のことうざいとか、うざいっていうか、はって怒れちゃう部分もあるんじゃないかなと思って、だからすごい共感できる部分もあるし、いろいろ多分考えさせられるというか、そういう作品なんじゃないかなと思って、だから少しでもそういう人たちのためにというか、もうそういう思いもあって細川さんも
脚本書いていらっしゃるんですけど、そうなんだ、そうゆっくりね、その余裕を持っていけばいいんだけど、やっぱりその会社によってもさ、あまり痛くない会社の人もいるかもしれないじゃん、なるべくね、そうかもしれないし、そういういろんなところにもあるから、そう人によって絶対違うからね、そう難しいよね、うん、そうなのよね、共感するとこもいっぱいあると思うし、そうなのでね、ぜひもうなんかすごい伸び伸びやっちゃったけど、長々と、すごいもうそろそろね、結構疲れもきてるらしいので、すごい今ね眠気がきてるんだ、なのでそろそろここら辺でまた明日から参りますのでね、そうなのでぜひ今見てくださってる方、気になったなと思った方がいらっしゃったら、ぜひ自演動物緊急行大爆破池袋のシアター喝采という劇場でやっております。6月6日まで、6月2日はお休みなんですけど、6月6日まで公演しているので、ぜひ見てほしいなと思います。そう私の主演作品なのでね、ありがたいことに、なので次主演できるか分かんないからね、うん、そう最後かもしれないし、まだあるかもしれないけど、やっぱり三船とあや子をできるのは最後じゃないかなと思ってて、このメンバーでやる通勤急行大爆破のね、だからちゃんと一つ一回一回楽しんでいきたいなと思います。嬉しい、今回の舞台はマジで一番面白いと思うので周りにおすすめしていますって、嬉しい、だって皆さん聞きました、今までで一番面白いって、脚本マジすごいからね、細川さん、あれ本当に伏線散りばめてって、最後ちゃんときっちりね一つずつ回収していくからね、本当にすごいよ、ぜひ来ていただきたいなと思います。うん、そうそう、そう、それでミュージカルのね、ありがとうございます、デッドゴースターっていうミュージカルもやってたんですけど、すごい可愛らしいメイドのね、でツインテールして、今思うと本当にようやったなと思うんですけど、ツインテールなんかね、そうすごく可愛らしい役で、そちらも主演でねやらせていただいたので、ミュージカルを、それの配信もございますので、まだ多分ブロマイドとかも売ってるんじゃないかな、でそちらもチェックを、私のツイッターとかねインスタグラムをチェックしていただけると見えるんじゃないかなと思います。そうで、今ただいま自演動物緊急行大爆破がそう上演中なので、ぜひシアター喝采池袋来てください。本当にね、少しでも来ていただけるとすごく嬉しいし、この先もねお仕事につながるかなと思っておりますので、うん、本当に頑張ります、ありがとう。ん、服部が神奈川のアーカイブ見ながら衣装にびっくりしてた、すまんってだからね、私も本当にあの時はマジで可愛い格好でいたかった、大人っぽいね、うん、少しでも大人っぽいって言われるようになってきたかな、大人っぽい格好でいたかったんですけれども、あのコメントをねチームメイトをねここに送る時の動画を撮る期間がねちょうど本番と被っていて、全く普通の状態で撮れる時間がなくて、本当に本番前だね、あれは、あ、じゃあ本番前じゃない、休憩中か、2公演の休憩中に撮りましたそうなのでね、そうあんな感じになってしまったんですけど、差し入れまだ間に合うのかな、何なんだろう、でもなんかいろいろ続々と、あ、でも個人的にもらってる子もいたし、全然間に合うと思うんですけど、え、嬉しい、くれるってことかな本当に嬉しい、ありがとうございます、もう来ていただけるだけで本当に嬉しいです、うん、本当にありがとうございます。なのでぜひこれからもねどんどん活躍していけたらなと思っておりますので、また明日からもよろしくお願いします、頑張ります。そうね、ありがとうございます。なので頑張っていきますので、皆さんもこの世の中ですが頑張っていきましょう、うん、
ありがとうございます。すごく嬉しい。本当にこうやって見ていただけるだけでも、コメントしてくださるだけでも、こうやっていっぱいね、いろんなものを投げてくださるだけでも、見に来ていただけるだけでも、フォローしてくださってるだけでも、何でも本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう本当にそのおかげで頑張れてます。本当に皆さんにはいつも感謝しかないです。ありがとうございます。ではそろそろね、お開きにしたいと思います。また明日もあるので、6日まであるので、ぜひ皆さん、ご都合合う日がありましたら、ぜひ見てほしいなと思います。横道ゆいって言って検索すれば、ツイッターとかインスタグラム出てくると思うので、ぜひそこから、そう、見に来ていただけると嬉しいです。ありがとう。じゃあ最後にランキング読んでいきます。でんでんでん、はい、13位から見ますね。13位、やふみチャンネル、アットマーク2、てんてんてんさん、ありがとう。12位、ぐさん、ありがとう。11位、ピロシキさん、ありがとう。10位、松本坊さん、ありがとう。9位、ぬっしーさん、ありがとう。8位、テーマアットマーク、佐藤あかりおしさん、ありがとう。7位、平塚さん、ありがとう。6位、おつみちゃん、ありがとう。5位、T サイトさん、ありがとう。4位、ウスタポンデさん、ありがとう。3位、マジカナバナナさん、ありがとう。2位、ロコポコさん、ありがとう。1位、ジュビランドゆりみちゃんさん、ありがとう。皆さん、本当にありがとうございます。もう、これで皆さんとね、こういう形ではあるんですけど、コミュニケーションが取れて、すごく嬉しくて元気ももらったので、明日からもぶっ飛ばしていきたいと思います。そうね、ファンレターを渡せるらしいです。そう、もらってる子もいたので、書いてくれるの？その多分スタッフさんにいるのかな、わかんないけど、そうわかんないけど、ぜひね、嬉しいな。本当に見に来ていただけるだけですごく嬉しいです。最高にありがとうございます。頑張ります。なんかね、今多分パパが見てるのかな、ショールーム。パパからね、横道じゃんけんって LINE が来たの。しろってことかな。まさかね、パパから振りが来ると思わなかったね。横道じゃんけんってなんで見とんねん。しょうがないな、パパありがとうだって。ではしますか。しょうがない、まだ、あとね、次いつできるかわからないからね。でもまた時間空いたらね、確かにこういうさ、午前中っていうか何、お昼の分に終わって次の日が夜だったりすると結構時間があるので、だからそうね、そういう時にはまたできたらなと思います。疲れ具合にもよるけどね、今日はまだ元気だったし、そう、皆さんと交流したいなと思ったので、ショールームやらせていただきました。じゃあ最後に横道じゃんけんで締めたいと思います。いきますよ、せーの、グーッとお腹が鳴る前にチョキッと横道のぞこうよ、そしたらパッとパン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 、ケンキモリモリ6、1、5、ハッピーさあ行くぞ、せーの、横道じゃんぽん。ありがとうございます。今日はチョキでした。なんか最近ずっとチョキな気がします。ありがとうございます。本当に皆さんにいっぱい元気をもらって、私も頑張れています。本当にありがとうございます。それでは皆さん、おやすみなさい。また劇場でお会いしましょう。ありがとう。またね、おやすみなさい。バイバイ。